にちは、ロボティクスです。今回はですね、ビットビッググリッドで作るブレイクコアスライサー、まあ、そんな名前にしました。前にスクエアプッシャー風のねスライサーつってあげたやつです。ちょっとこれね、どんなものかっていうと、まあこういうね、ループをスライスしてこうやって組み替えてね、ビートを作るやつなんですけど、こうやってピアノロールを使ってこうやってパターンを作れたり、で、このランダマイズ、ここをね、上げていくと、ちょっとこう、ランダムになってくるんですよ。スライスが入れ替わって。こんなになったりとか、あとはリトリガー。こうやって、スタッターみたいになったりね。で、このリトリガーをいっぱいまで上げると、ね、こんな感じでね、ピッチがつきます。で、そのピッチをここでコントロールしてる感じ。で、これはね、今ピッチクオンタイズ。ここでね、今スケールをクオンタイズしてるので、まあ、感覚的にデタラメにいじっても、あんま外れることはないみたいな。こんな風に遊べるやつで、まあおまけでね、エフェクトがついてるんだけど、チュートリアルはね、ここをやってくんだけど、これかなりね、ややこしいんすよ。このね、モジュール自体はね、そんなそこまでの数じゃないんだけど、結構ね、設定のこの考え方をお伝えするのに割と順序踏んでやる必要があるので、ちょっと分割してチュートリアル動画をお送りしたいと思います。今回はこのパターン、ピアノロールのね、ここの部分をやっていきます。で、次回以降、このランダマイズとリトリガーをやっていきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、それじゃあやっていきまーす。まず、グリッド立ち上げて、で、今回はですね、サンプラーをメインに使っていくので、まずオシレーター、これを消しちゃいまーす。で、オシレーター、この中から、Y のアバターウィンドウで隠れちゃうので、右クリでも出せます。オシレーターの中からサンプラー、これを呼び出して、で、アウトプットをこのエンベロープにつなぎます。で、ここに、ブレイク、ループをインポートします。まあ、今回はね、2小節の、アーメンブレイク。まあ、これね、ネットにフリーのアーメンブレイク死ぬほどあると思うので、それをね、入手してください。で、ここにインポート。こんな感じで。で、ちょっとね、ノートオンして聞いてみましょう。こんな感じの2小節のループです。で、現状はね、キートラックっていうのがついてるので、この弾くキーによって変わっちゃうんだけど、これね、念のため外して、元のピッチで鳴るようにしておきます。で、今回はね、サンプラーなので、ミディノートを打ち込んだ状態。まあ、アレンジウィンドウにね、こうやって、2小節のロングノートを打ち込んだ状態で再生すると、まあこんな感じです。こっからスタートしていきます。まず最初にね、設定していきたいのが、今ちょっと視聴した時に気づいたと思うんですけど、プロジェクトのテンポとこのループが一致しないんですよ。ちょっとね、メトロノームと一緒に聞いてみます。少し下げて、ね、全然合ってない。で、これをね、一致させていきます。このね、やり方は、ポラリティさん、ビットイグのね、動画たくさん YouTube でアップしてる方、あの人のやり方です。まずね、サンプラーをテクスチャー、グラニュラーモードにします。で、このフリーズボタン、これを押します。これで再生してみると、まあ、こうなるんですよ。この状態でこのポジション、こいつをね、動かすと、こういう任意のスピードでプレイヘッドを動かせるんですね。この動きと、このプロジェクトのね、2小節の長さが一致すれば、自由にこの BPM 変えても追従してくれるんですね。というわけで、ポラリティさんはね、このデバイスのランプだっけな？なんか別のモジュレーター使ってたんだけど、今回グリッドでいろんな機能とリンクさせていきたいので、ここではこのフェーズ、この中から、この中じゃないや。IO だ。フ
フェーズっていうシグナルを使いたいんですね。IO の中からフェーズイン、こいつを呼び出します。で、このフェーズって、こういうシーケンサー系のパッチを作っていく上でかなりね、大事なものなんだけど、ちょっとどんなシグナルか見てみましょう。ディスプレイの中からオシロスコープを出して、こんな感じで繋いで、まあ、こんなシグナルなんですね。これ何かっていうと、ちょっとね、クリックと一緒に鳴らしてみようかな、また。こんな感じで、一小節ループで、0から1に向かって直線的に動いてるシグナルなんですね。こいつはね、余白をクリックすると、ここにインスペクターの中にデバイスフェーズってパラメーターがあるんだけど、このね、レングス今、一小節になってるんですね。これをね、2にすると、2小節のループになるんですね。こんな感じで。この信号で、ここのポジションをコントロールすれば、プロジェクトテンポに追従してくれるんですけど、ここのインスペクターで決めたパラメータはね、ちょっと一回リセットします。また1に戻しておいて、ここのエディターの方でね、設定していきたいと思います。なぜかっていうと、このパッチがすごい複雑になっていった時に、フェーズの設定どうしたっけってね、わかんなくなっちゃう時があるんですよ。だからね、ここで全部見れる方がいいので、そのためにこのフェーズ、この中からスケーラーっていうのを出します。こいつ。で、これをここにつなぎます。今ね、このレシオが2対1になってて、これちょっと速くなってますよね。これ1に戻すと、これデフォルトになります。で、1対2にすると、2小節のループになります。これで OK。こいつをこのポジションにアサインしていきます。でね、早速やりたいんだけど、こいつをどこにつなげばいいのじゃってなりますよね。で、その時に使うのが、また IO の中から、あ、また Y で隠れちゃう。右クリで IO の中から、モジュレーターアウト。こいつを使います。で、これはね、何かというと、もう、わかると思うけどね、見た目で。こういうデバイスにね、ついてるこのモジュレーターアウトと一緒です。こいつをね、呼び出せば、いろんなパラメータ、こういうつまみにね、いくらでもアサインできるようになります。なので、こうやって繋いで、で、ポジション0に戻して、で、クリックしてアサインします。100%。この状態にします。これで再生してみましょう。ちょっとね、BPM 変えながらやってみますね。まあ、こんな感じで。自由に動かせるようになります。で、ちょっとね、大事なことなんだけど、音質はね、どうしても変わっちゃいます、このやり方は。このグレインっていう、グレインサイズね、これをいじると、まあ、こんな感じで調節できるんだけど、まあ、だから BPM、好きな BPM にして、まあこれで調節する感じですね。ここはね、もうなんかエフェクトの感覚で、もう音質を変わるのを楽しむ感じで使っていきたいと思います。でね、このフェーズのシグナルとか、こういうのはね、勝手に生成し続けるんですけど、これがね、ちょっと煩わしい時もあるので、この空白をクリックして、この設定の中から、フリーランウェンストップ、これをね、オフにします。そうするとね、プロジェクト再生してないときは、信号が止まってくれるので、まあ、この状態で作っていきます。さてさて、準備ができてきてるんですけど、ちょっとね、まだ問題が残ってるんですよ。今ね、こんな感じで、こうやって常にね、ノートの頭から再生するようにしてあるんですけど、ループのド頭になってないんですよね。なんか変な途中から始まっちゃう。これはね、このフェーズの信号を見るとわかるんですけど、再生をストップして、その続きから常に始まっちゃうんですよ。だからポジションもね、こういう中途半端なとこで止まって、その続きから始まるようになっちゃってる。で、これを常にこのノートオンした時に、フェーズが0から始まるようにリセットしていきたいんですね。そのために使うのがこのフェーズの中に
まさにこのリセットっていう名前のモジュールがあります。これをスケーラーの後につなぎます。こんな感じ。ちょっとね、整理しよう。これで再生してみます。ね、再生が、このスタートから始まると同時に、ちゃんとフェーズのね、シグナルもゼロにリセットされます。これはね、シーケンサー系のパッチ作るときにね、このリセット、フェーズのリセットってめちゃくちゃ大事なので、これはね、覚えておいてください。で、今はね、このノートオンと同時にリセットされる設定になってるんだけど、これ、いろんなきっかけでリセットすることができるんですよ。これはね、後々使うので、そこで説明していきます。これでタイムストレッチの設定は完了になります。はい、じゃあ次はね、いよいよビートをスライスしていく機能を作っていきます。はい。というわけでね、ここでやっていきたいのは、この2小節のループ。こいつをね、例えば16分とかね、8分音符とかで、スライスしていって、で、好きなとこから再生できるようにします。今回は、まあ、僕の好みなんですけど、8分音符で区切っていきたいです。この2小節を8分音符で区切るので、下が真ん中。16個に分割するんですね。でね、そのためにどのパラメータをいじっていけばいいかっていうと、このね、再生ポジションですよね。これはちょっと動かすと、ここから始まるし、こうやって動かすと、まあ、こんな感じで、再生位置が変わります。というわけで、ひとまずね、このポジションをね、つまみでいじれるようにしてみましょう。このレベルの中から、バリューっていうモジュールがあるので、こいつを出して、このつまみでコントロールできるように、また IO の中から、モジュレーターアウト。こいつを呼び出してつなぎます。でね、さっきもやったみたいに、ここクリックして、アサインします。100%。これで、これで自由にプレイヘッドをね、動かせるようになったんですけど、まずね、一つ目の問題。今、すごいこう、無段階に変わっちゃってるので、これを16段階に、まあ、クオンタイズしていきたいです。そのためにね、使うモジュールが何かというと、このマスの中にあるクオンタイズ。そのまんま。こいつは使うんだけど、まずね、ここにバリューの後につなぎます。で、ちょっとね、このつまみの値も確認しながらやってみましょう。またね、オシロスコープ出して、まあね、なんか作っていくときオシロスコープにつないで何が起こってんのかってモニターするのがね、結構大事です。ちょっとね、これでつまみ動かしてみますね。こんな感じ。まあ、こうやって無段階に0から1に、こうやって値を決められるっていう。まあ、そういうモジュールですよね。これをクオンタイズしたいんだけど、そこでまた使うやつがですね、このマスにあるコンスタント。これもただのね、あの数字を吐き出すモジュールです。これコンスタント2個出します。で、次に出すのがディバイド、割り算ですね。こいつです。この3つを使うんだけど、ちょっとね、わかりやすいようにまたディスプレイの中からバリューリードアウト。これね、数字確認できるモジュールです。で、繋いでいきましょう。上の端子と下の端子にそれぞれ繋いで、で、結果をね、ひとまずここに繋ぎます。で、今ね、1÷1で1になってます。ごめんね、僕はすっごく数学とか数字弱い人なので、かなり拙い説明になりますけど、まあ、できるだけわかりやすく説明するんで。で、このね、下の数字を2にすると、1÷2で 0.5。まあ、こんな感じでね、普通に割り算ができるんです。今回設定したいのは、ここの最大の値が1ですね。で、1を16で割ります。1÷16っていう設定にして、で、このディバイドのアウトを、このクオンタイズの青い端子につなぎます。こんな感じ。で、これでもう一度、このつまみの動き確認してみましょう。ちょっと拡大して、見やすくして、こんな感じ。わかるかな?カクカクになってるよね。これでつまみの動きがね、16段階にクオンタイズされました。これね、もうモジュレーションもかかってるので、もう一度このつまみ動かして聞いてみましょう。で、ちゃんとこのドラムのアタックから再生してくれます。これで OK。で、そうしたら、このつまみを、例えば、
このデータの中にあるステップス、こいつを呼び出して、まあ、こういうね、シーケンサーみたいなモジュールでコントロールすれば、うまくいきそうじゃないですか。ちょっとね、場所を整理して。グリッドはね、整頓しながらやるのが大事です。で、こいつちょっと設定しましょう。これね、今8ステップになってるので、16ステップにします。もう一つね、ちょっと大事なのが、この今ステップス、ここにね、フェーズのマークついてるんだけど、これオンの状態だと、デバイスフェーズの、このインスペクターの設定が反映されてるんですね。でも、今僕たちが作ってる、このパッチは、この設定を反映したいので、デフォルトの設定はオフにします。で、この端子から、ここにつなぎます。この紫色がフェーズのインです。こんな感じ。こうすると、ね、ちゃんとリンクして動いてくれる。というわけで、このモジュレーターのアウトを、さっきバリューつまみがつながってたね、ここに挿して、これで再生してみると、お、なんかそれっぽいじゃん、みたいな。お、なんかうまくいってるのかな？なんか変ですよね。うまくいってるようでいってないみたいな。で、これだけはね、ちょっと整理しながら考えてみましょう。まず、これで各ね、ステップの再生位置を決めてるんだけど、例えば、こういう全部ゼロにした状態。これで再生した時にどうなってほしいかっていうと、すでにこの一拍目の、このキックがどん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 ってこうリピートしてほしいですよね。でも今実際どうやってなってるかっていうと、何も反映されてないやんみたいな。で、こんな感じでポジション変えていくと、こうなっちゃう。で、これはどうなってるかっていうと、まあ予想つく人もいると思うんだけど、こっちのフェーズでね、再生ポジションが常に進み続けてる状態に対して、さらに再生位置をこうやってモジュレーションしてるので、まあ加算されてる状態なんですよ。だからなんか、もう端の方まで行ってビーンって変な音が鳴っちゃう。というわけでね、これを解決したいんですが、これ正直ね、すごいいろんなやり方があると思います。でも、最終的にいろんな機能とね、兼ね合いを考慮した結果、またね、このフェーズのリセットっていうのを利用することにしました。ちょっとやっていきましょう、実際。フェーズの中からまたリセットを呼び出します。で、ちょっとね、位置を整理して、このスケーラーからまたリセットに繋いで、このモジュレーターアウトに繋がってたの一回切ります。で、新しいこのリセットの方に繋ぎ直して、で、ここのリセットにですね、とあるモジュールを足すんですが、このデータの中にあるトリガーズ、こいつを呼び出します。でね、このトリガー、またどんな信号かちょっと確認してみましょう。こんな感じ。再生すると、こんな感じでね、トリガーの信号が流れるんですね。トリガーの信号って何かっていうと、こう0と1を交互にね、こうやって吐き出す。こんなモジュールです。で、ちっちゃいんだけど、この今 N4 って書いてあるけど、これを上げるとね、信号が速くなるんですよ。あ、ちょっと、クリックなってるのも紛らわしいな。8とかにすると、ね、8分音符の周期でトリガー信号が流れるんです。こいつを利用します。このトリガーを8にして、このモジュレーターアウトにつながってる、このリセットにつなぎます。こんな感じ。これで再生してみましょう。ね、想定した通りになります。そうすれば8分音符の周期で常にフェーズがねリセットされるので、ね、勝手にこうポジション進まないでループしてくれるっていう、ね、おかげでこういう風にね決めたポジションでこうやってスライスできるようになります。これでスライスの基本は OK です。はい。それではね、最後にピアノロールを使ってさっきの再生ポジションをね、決められるようにします。正直ね、ここまでできた時ね、もう、お、すげえ、完成したじゃんって自分では思ったんすよ。ね。これで感覚的に遊べるし。
これはこれで面白いんだけど、でも例えばね、このモジュレーターだとこうやって見た目が無段階だから、こうデフォルトのループをね作るのがちょっと難しいであるとか、あと例えばなんだろう、こうツカツカってどこだっけみたいな、分かりづらいんですよね。だからね、結構なんかアレンジしづらいんですよ、この状態だと。だから結局こう昔ながらのね、サンプラーとピアノロールの組み合わせがこの中でできれば最高だなと思って、でそれでやってみました。ちょっといいか、モジュールを整理しよう散らがっちゃうんだよな、これな、これいらないや、な感じにして、じゃあピアノロールってことで、まあそんな見た目のねやつがあります。データの中のピッチズ、これね、こいつを使えばなんかうまくできるんじゃないかで、大きさ変えて、でこいつもね、この右下のこれで編集できて、これもね16ステップスにできます。こんな感じで、ちょっとねあらかじめもう一個設定しておきましょう。このねオクターブオフセットってやつ、これをね1にしておきます。そうすると、このね、ピアノロールの一番下が C3 になるんですね。これがね、結構今回大事なので、あらかじめやっておきましょう。で、先ほどと同じように、このデフォルトのフェーズはオフにして、僕たちが作ったやつ、こいつをつなぎます。じゃあね、まずちょっとな、どんなとこから手つけてこうかって感じなんですけど、ひとまずね、つなぎ替えてみましょうか。今このスライダーのね、ステップスがつながってるやつ、これ取って、で、このピアノピッチズをここにつなぎます。で、ちょっと再生してみます。いかにももううまくいかないのもわかりきってるんだけど。で、例えば、これを上げていきますね。ポジションもなかなか変わらないですよね。さてこれをどうしたものかって感じなんですよ。そもそもね、このピッチズはモジュレーターとして使うものじゃないので、そこをねなんとか適用させていきたいんですよ。ちょっともう一度ね、実際の数字っていうのをね確認してみましょう。ディスプレイのまたね、このバリューリードアウト、こいつ呼び出して、まずねこの上のステップス、こいつがどんな数字を出してるのかって確認してみます。今ね、この白いところが、再生ポイントで反映されてるので、このスライダーを動かしてみますね。で、ここの数字を見てください。こんな感じで。一番上に上げると、まあ1になるわけですよね。まあこんなものです。これを今はクオンタイズを使って16段階、16ステップスにクオンタイズしてるんですけど、次はこのピッチズね、この人の値を見てみましょう。またここが反映されてるんですけど、一番下のね、この C3 です、今。C3 だと0。ちょっともうちょい大きくしようかな。このくらいにしようか。で、C シャープに上げると、0.008。こんな感じになってます。で、16ステップスなので、どこら辺だっけな、この E とかここら辺まで使うんだけど、ここまで上げても、数字としては全然1になんないんですよ。数字の単位が全然違う。これをね、うまくやっていきたいんだけど、ちょっとね、ここで図を見てほしいんですが、こちら。死ぬほど拙い図でちょっと恥ずかしいんですけど、こんな状況になってるんですよ、今。これがサンプラーで、これがループの全体の尺ですよね。で、このモジュレーションの量が全体で1です。で、それを16で割ってるわけですよね、今。ここですね。で、1ステップ分のモジュレーションの量が1÷16、0.0625。まあこれ実際の数字なんだけど、これは例えば、ドア玉が0ですね。で、次が1ステップ目。ここに行くには0.0625×1。で、2ステップ目は ×2。次は ×3 みたいな感じで、1÷16×N。で、ここの N に整数値が入ればいいんですよ。で、今、こんな感じになってますよね。1÷16。で、ここに、もうね、このクオンタイズちょっといらないので消しちゃいますね。こんな感じで、またマスの中からマルチプライ、掛け算ですね。こいつ出して、こんな状態にして、ここに整数値を入れればいいんです。で、もう一度ちょっとこのピッチズ確認してみましょう。C3 で、今0。
で、C シャープ行くと 0.008。これね、ここ実はあれなんですよ。実数値じゃなくて四捨五入してる値なんだけど、次 D、ここで 0.017。これが C シャープになった時に1、D 行った時に2、次3みたいにできればいいわけですよね。これね、めちゃくちゃ悩んだんだけど、実はすごい簡単な方法がありました。新たなモジュレーターを使います。このピッチの中に入っている、もうそのまま、その名もピッチ。これです。こいつを使います。こいつもね、数字確認しようか。いちいち確認。今この右下のこの値は、何セミトーンかっていう数字が出てるだけなので、今回ここちょっと無視していいです。これ今 C3 で0です。C シャープにすると 0.008。まあ、同じ数字吐き出すんですけど、このピッチをですね、C シャープ3、この状態にして、このピッチ図から吐き出した値を割ればいいんですよ。このマスの中からディバイドを出して、で、ピッチ図を上の端子につなぎます。で、次に、このピッチ、こいつを下の端子につなぎます。このピッチ図の値割る、この1セミトーン分の実数値っていう状態です。これでね、ちょっと見てみましょう。C の乗、C3 の状態で0ですよね。次 C シャープ行くと1。次、2、3、4。イエーというわけで、こいつをこのマルチプライにね、繋いであげればできます。な感じで、ここからここに繋ぐ。ちょっと整理しようか、また。こいついらないからね、消しちゃいます。ちょっと全部 C3 にリセットしようかな。こんな感じで C シャープにすると、ね、1ステップ目。D で、ね、この2ステップ目。こんな感じで、ちゃんと機能します。どこが一番上だっけな？ここが一番上かな？ 16 ステップだと。D シャープですね。E まで行くと、まあ、このケツでループしちゃうからビーンってグリッチが鳴っちゃう。で、ちなみにね、この下にもドラッグできちゃうから、ここね。まあ、これもここでループするので、まあ、これも変な音になる。まあ、これ、エフェクトとしては面白いけどね。こんな感じで、もう無事。ね、普通のピアノロールみたいに使えるようになります。こう並べれば、ね、こうやってデフォルトループにできて、ね、こうした方がアレンジしやすいですよね。ね、こうツカツカとかね、ドンツカツカドンツカツカドンツカみたいなさ、こういう、ね、こうやってイメージ通りにやりやすくなる。これで完成になります。ちょっとね、散らかっちゃったので整理しましょうか。まずね、大事なフェーズですね。ここデフォルトのフェーズから、まあ、スケーラーで速さを決めて、で、今回は分岐させてますね。まず一つが、このサンプラーの再生ポジションをコントロールするフェーズ。で、これは8分音符の周期でリセットするようにしてあります。で、もう一つが、この全体のシーケンス用のフェーズですね。これは2小節ループにして、まあ、こういう周期でね、ループするようにしてあります。で、この再生ポジションをコントロールするように、ここでなってるんですけど、まあ、この信号は一回ここで、ね、さっきみたいに整数値にして、で、まあ、ここでうんぬんかんぬんして、説明が下手すぎる。で、まあ、ここがモジュレーションアウトですね。で、ここにアサインしてある感じ。まあ、こんな感じです。で、まあ、ひとまずね、今回はここまでです。で、これをさらにね、リトリガーでね、ドゥラーってこうスタッターできるようにしたりとか、あとランダマイザー。ランダマイザーがね、すごい便利なんでね、こうやって基本のループをキープさせたまま、こう、ここだけ毎回ちょっと変えたいなーとか、そういうのがすごくね、やりやすくなるんですよ。はい、というわけでね、ひとまず今回はここまでです。お疲れ様でした。これは正直ね、今回やった内容って、ビットビグが、エイブルトンのね、サンプラーみたいに、タイムストレッチにね、対応してくれたら、まるまるやんなくていいような内容なんだけど、まあ、まあでもね、あえてこういうの設定してやるのも面白いし、あとね、
まあ、ピアノロールをね、こうやって値を変えてモジュレーションソースにね、したりするのを、いろんなね、応用が効くようになるので、ぜひね、覚えてね、いろいろ遊んでみてください。で、今後もですね、いろんな DTM 動画アップしていきます。参考になったという方は高評価ボタンを、そしてチャンネル登録ぜひお願いします。それでは次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。